赤城、今晩会ってくれると聞いてここに来るまでいろいろと調べてきたんだ。それはそれは、さすがお仕事に熱心ね。何か不正の証拠でも見つけられた？早速だが、質問をさせていただこう。どうぞ。こちらも答えるために来たの。まず一つ目だ。どうやって私の連絡先を知った？あら、それわざわざ今ここで質問をすることかしら。さすがだな、赤に。私の連絡先程度知っていたのだな。くらいで流してもらうことじゃなくて。で、どうやって知ったんだ？そんなに知りたいのか。なら答えるわよ。緊急でエンタープライズさんに連絡を取る必要があります。彼女の連絡先を教えていただけないでしょうか。そう言って頼んだのね、ヨークタウンさんに。ヨークタウン姉さん、まあ他ならぬ赤城相手だからいいわ。その連絡先、みだりに人には教えないでくれよ。当たり前でしょ。無敵の女が個人情報の漏洩は気にするのか。私だけでなく、もし仲間のことまで全部握られていたりしたら恐ろしいじゃないか。疑問を持つのはもっともだろう。そうね、安心して。プライバシーにはうるさいから。私で、他にもっと大事なことを聞かなくてはいけないのではなくて。まだ若干気になるが、正直その通りだな。では待って、質問は3回までよ。あと2回以内にしてちょうだい。はあ、そろそろ本題に入らせていただく。ええ、早くして。キューブとは何だ？獣王のものではないのだろう。それ、一度に2つの質問をしているようだけど、特別に許してあげるわ。はい、ご指摘の通りよ。全く未知のものであり、キューブが何かはわからないから、この合同大演習を使って集めているのよ。考えたな、一石二鳥というわけだ。そう、演習にかこつけて皆様に集めていただいているわけ。黙っていたことが不快であればごめんなさい。不快ではないが、わざわざこのような手段を取っていることがこちらとしては大いに気になるわけだ。キューブが獣王のものでないなら疑問が浮かぶ。少なくともキューブのある位置については正確に把握し、その上で連日の演習を開いていることになるわけだが、ここ数ヶ月前まで獣王がキューブの情報を得て調べているような兆候は一切なかった。ああ、心配しないでくれ。この件についてはこれ以上赤城に質問をする気はないんだ。すでに確信があるから。独り言を続けさせてくれればそれでいい。ほう、ではその独り言勝手に聞かせてもらうの。ありがたい。合同大演習開催の1週間くらい前になるのか。こんな号外が獣王内で配られていたんだな。読み上げるぞ。セイレーンと交戦を行い、相手の出鼻をくじき、見事勝利に導いた戦艦と駆逐艦、獣王の未来を担う新コンビ、次世代のエース、駿河と島風、ここにあり。思っている入手は難しくなかった。何しろ獣王内で大々的に配られたものだったようだから、友人に聞き回ればあっさり手に入ったぞ。現物を入手したのか。取り締まってもいないけど大したものね。どうやら我々やロイヤル、鉄血が知らぬ間に島風と駿河がセイレーンと交戦まで行っている。二人が無事で本当に何よりだ。そしてその後に合同大演習でキューブ集めを実施ときた。これらに因果関係がないと思う方がおかしいだろう。キューブはセイレーンとの交戦の結果、おそらく偶発的にもたらされたもの。それが何らかの理由で流出であれば、慌てて回収が必要なことにも納得がいく。そもそもセイレーン戦を律儀に各陣営へ報告してしまっていたら、島風と駿河は重要参考人として長期拘束されていただろうしな。若い二人を守るための手段でもあった。
喋りすぎてしまったかい？いえいえ、つくづくあなたは軍人より刑事か探偵の方が似合うと思いまして。天城姉様が生きていればさぞお会いしたくなるのでしょうに。なかなか笑える冗談だな。さて、では最後の質問をさせていただこう。何なりと。赤城、平和についてはどう考える？驚いた。いきなり哲学の質問になったわね。大事なことだ、聞かせてほしい。この合同大演習のように全ての陣営が手を取り合い、これまで以上に親密になることよ。それが私の願う平和で、天城姉様から託された最後の思いよ。素晴らしい。心から同意をする。そう考えているなら安心だ。天城さんのことは残念だったな。よして、昔のことよ。赤城のやり方、一個人としては理解をする。だがロイヤル、特に鉄血への対応は今後も重々気をつけてくれ。すでに釘は刺しておいたが。さて、すっかり長くなってしまった。あえて話せて嬉しかったよ、赤城。ええ、私もとっても。加賀もどうせ近くにいるんだろう。見張り、ご苦労様。それでは失礼する。やれやれ、グレイゴーストは相変わらずそこが見えん。私の存在はバレていたようだが、わざわざあれの見送りは必要ないよな、姉様。ええ、大丈夫でしょ。夜も遅いわ。私たちも休むとしましょう。ああ、明日はいよいよ鉄血との演習か。何事もなければよいが。ラフィーさんとはもう少し長く戦いたかったですよ。うん、キューブを集めるのは楽しいけど面倒。それに戦ってる時もキューブはすごく邪魔。そうそう、模擬弾を使っていることも相まって本気がちっとも出せません。演習としてはこれ以上ないくらいよくできていることになるけどね。確かに言われてみれば、島風が本来戦艦の方に真正面から戦うなんて無理ですものね。なるほど、バランスはうまく取れているような気がいたします。ラフィー、今度リミッター解除する？ちょ、勝てそうにないから結構です。で、駿河殿、あれ、体調が悪そう。さて、縁も竹縄だけど、もうそろそろ日付が変わっちゃうぞ。鉄血との演習が明日に控えてるんだろ。そうだ、島風、私たちは出ずっぱりなのだから休むぞ。はい、あの、ユニオンの皆さん、お誘いいただきありがとうございました。エンタープライズさんにもよろしくお伝えください。ええ、分かったわ。島風、バイバイ。中央のお茶もぜひ召し上がってください。それでは失礼します。君たちは？エンタープライズさん、こんばんは。夜分お疲れ様です。君たちこそ演習お疲れ様。寮に戻るところかな。ええ、ユニオンの皆様につい先ほどまでご馳走していただいていました。そうか、ご一緒できなくてすまなかったね。いえいえ、そんな。ユニオン、素敵なものばかりだろ。明日はぜひ鉄血とも交流を深めてくれ。応援しているよ。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。良くも悪くもセイレーンと何度も対峙をしたようには見えないな。演習の時ともまた違う人物に見える。君たちのような若者になるべく余計な苦労をさせたくないのだろうな、赤城。
さて、駿河、無事部屋に着きましたね。うん、疲れていたのですね。すぐに気づけなくて申し訳ないです。あれ、どうかした？何か外が少し騒がしいですね。私には何も聞こえないけど。島風のこの耳よく聞こえるんですよ。ちょっと様子を見てきます。話したいことがあったんだけど。いいわ、また明日ね。はい、おやすみなさい。物音がしたのはこっちからだけど。お、ロイヤルの皆さんだ。血相を変えてどうされたんでしょう。あら、島風ちゃん、あなたってもしかしてセイレーンにすっごく縁があったりしますか？え、どうでしょう。何かあったのですか？はい、実は会場で警備に当たっている姉たちから緊急連絡がございました。表面海域の発生を今しがた確認したと。表面海域？セイレーンが突然出現するときにね、事前に辺りの海や気候がいびつに変化することがあります。大嵐や険しい霧の発生、そして変色する海、そういった異常気象が起こってしまった海域を指す言葉が表面海域ですよ。そろそろ一般的な情報としてみんなにも伝わるんじゃないでしょうか。覚えておいて損はないと思いますわ。つまりセイレーンの誰かがまたここに来ているということでございますか？ご明察でございます、島風様。十二時の方向に大きなジャミング反応です。しかしこれはあまりにもあからさまですね。こんな状況下でわざわざジャミングをするのは多分おとりでしょうね。でも無視もできませんわ。ベルファスト、ジャミングのある方をお願いできます？こちらは私に任せて。イラストリアス様、よろしいのですか？あなたは一人しかいないのですから。ここは二手に分かれましょう。結局どちらが本命なのかは分かりませんし、両方にいるかもしれませんしね。しかし、あの、僭越ながらこの島風、イラストリアスさんのお供をさせていただけないでしょうか？まあ、あの赤城様も認める島風ちゃんが。素敵な申し出、感謝です。とっても心強いですわ。どう、ベルファスト、やっぱり心配ですか？いえ、滅相もございません。島風様、ご助力痛み入ります。それではどうかご分を。万一のことがございましたらすぐに駆けつけますので。ええ、合図を決めておきましょう。はい、かしこまりました。じゃあ島風ちゃん、少しこの辺りを散歩してみましょうか。ええ、緊張感のある夜のお散歩ですね。うん、さっきまではこの近くでも反応がありました。きっとすぐそこよ。イラストリアさん、まさかあの人影はセイレーン？そのようですね。止まりなさい。おっと、見つかっちゃったか。おとりに引っかからない頭のいいのがいたようだね。島風ちゃん、私の後ろに。で、あれ？ちょ、あなた、ユリさんじゃないですか！おや？ち、島風もいたのか。え、知り合い？そうですね、ユリさんの機械を壊したのが私で。っていうか、あなた、セイレーンだったんですか？ああ、ようやく分かってもらえた？お姉さん、嬉しくて泣きそうだよ。再会を祝して握手でもしない？ほーら。あ、はい。待って待って、島風ちゃん、
セイレーンは警戒すべき相手ですよ。あ、そうか、これ、うかつに手を差し出したら、アクスと見せかけてギューって思いっきり手を握りしめられて、イテテテテテテってやられちゃうやつですね。その程度で済ませてくれればいいけど。あらら、偽装も持たない私のことが怖いのかな。何よ。ならばピリさん、握手しますよ。ほら、ただしお先にそちらが片手を差し出してください。島風はそれを両手で包み込むように握手します。あーほら、思った通りだ。手を出してこない。そっちだって島風のことが信用できないんだ。ついでに、自分がやられたら嫌なことは人にもしちゃいけませんからね。今の流れでわざわざ手を出すやつはいないだろう。ええ、二人ともご挨拶はそろそろ終わりです。ここで何をしていたのか。ピュリさん、詳しく答えてください。別に何か仕掛けてたわけじゃないよ。そもそも協力者のことがあるから言えないな。おっと、口が滑った。協力者？悪いけどさ、私は今謹慎中なのよ。そろそろ戻らないとすっごくどやされちゃうわけね。おまけにさ、さっきから足につけた偽装を使って密かにサインを出してるな。仲間を呼んでるんだろ、ねえ嬢様。気づかれちゃいましたか。私は負ける戦いはしないし、今は戦いに来たわけでもない。この前のは脳幹だぞ、島風。またね。あ、待ってください。怖い口調だった。逃げられちゃいましたね。あれ、イラストリアスさん、どうしたんですか。そこの木の陰にどなたかいるみたいだけど、出てきても大丈夫ですわ。もうセイレーンはいなくなっていますよ。お、ビスマルクさん。いえ、ごめんなさい。火星がいるかと思って様子を見ていたのだけど、出るきっかけも必要性もなさそうで、なんとも拍子抜けだ。おかげさまで。どうしてこちらに。暑かったから夜風に当たりたくて。そこでまさかこんな騒ぎに出くわすとは。お互い早く休みたいところね。皆様、ご無事ですか。助けに来ました。わ、ビスマルクさんもいる。お怪我はございませんか。ええ、勇敢なお二人のおかげで、私は隠れているだけのそんな役回りだったわ。いえいえ。さて、明日の演習は鉄血の晴れ舞台なのでね、いろいろと準備があるので今宵はおいとまさせていただきたい。構わないわね。はい、構いません。この時の島風はどうしてイラストリアスさんが少し険しい顔をしていたのか分かりませんでした。島風はピュリさんと初めて出会った時のことを話しながら、金塊や島内で異常が発生していないかを皆さんと一緒に調べ回りました。どうやら本当にピュリさんは何も悪さをしなかったようです。彼女が現れた、それ以上のことは私たちには分からなかったんです。そして長い夜が明けました。